こんにちは。ご視聴ありがとうございます。東京マルイの電動ガントンプソンのファーストさんのカスタム、外装以外にも内部もねチューンアップされているようです。ホピーショップフロンティアさんの中古コーナーにて販売されていた商品を紹介します。全長は約80センチ、重量は 3.18kg、 重量感あります。多段数マガジンがついてきました。重量は 255g でした。稲バレはちょっと奥まった位置に見えますね。上からサイト見ます。フロントサイト、金属製でガタつきないですね。後ろリアサイト、手で動くんですよね、こうやって。あのね、多少カチカチクリック音もあるのと、あと高さ、こっちか調整、微調整が手で行えます。サイトはまあこのオープンで見るかピープで見るかで変わってきます。ハンドガード、いやこのカクカクしたのがいいですよね。まあ、Sリングつけるところ、このリアルウッド最高ですね。まあ、握るとね指が回り込むぐらい細いですね。ハンドルはここまで引けますね。で、引っ掛けたりとかはないです。ホップ調整、指の腹でも回せるぐらい柔らかいですね。クリック感があります。刻印見ましょうか。サブマシンガンミリタリーモデルですかね。そしてフレーム左前にも刻印で、フレーム右側に東京マルイの刻印、上はないですね。マガジンキャッチレバーを上にすると押し、振れば自重で落下しますかね。マガジンキャッチを上げながら入れた方が良さそうですね。セレクター親指で操作するのはちょっと大変そうですね。動きは軽いです。で、安全とファイヤー、大きな木繰りいいですよね。下のネジで止まってます。前面はなだらかなカーブ、ここらがちょっとフラットですかね。側面はフラットで、後ろもカーブ、握るともうすごい大きい指がやっと合うぐらいですね。こちらもリアルウッドいいですね。で、スリングつけるところで、後ろはここパカって開きます。あとこれ、こっちがこっちがダミーですね。ここのネジを、こっちのネジを回して外します。電池入れますね。そうすると蓋が開きます。はい、なんか広いですね。日水東京マルイさん純正の使いましょうか。 8.86V。 はい、中に入れて蓋を戻します。でネジを締めて完了ですね。 G&G の 0.2g のバイオ弾を入れます。巻きますね。だいたい30秒ぐらいで巻けました。バッテリー入れてきました。横打つと、弾道素直ですね。これホップどっちだろう、上かな。おお、よく伸びますね。間違えた、安全装置入れた。おお、飛びいいですね。まあ普通の電動ガンのレスポンスっていう感じですかね。はい、調子いいですね。
初速測りますね。玉 0.2 でホップは適正。90.5、90.9、90.9、91、91.4、91.5、91.9、91.4、91.4、91.7でした。フロートでも弾速乱れず、秒間 14.6 発毎秒ですね。次 0.25 でいきます。 81.1 81.1 80.9 81.9 81.3 81.3 81.4 81.3 80.7 81.6 81.581.1、81でした。発射音いきますね。50センチ離して。82.4 真横。97.5、15。108.4 デシベルでした。トリガープル見ますね。ちょっと遊びがあって、重くなり始めて、ここで落ちると。これじゃダメ。完全に離してリセット。トリガープル見ましょうかね。お、661。割と軽いですね。スティールチャレンジをラウンドアバウトいきます。ここがね、ちょっと慣れないとスパッといかないですね。結構これぐらいの距離だとフロントサイドだけでリア気にせずにねパッてやれば当たるんで、思った以上になんか打ちやすく感じましたね。はい、レスポンスはまあ普通ぐらいですかね。はい、エアガン競技 APS カップのプルザイ打ちます。ちょっとね最後右に振っちゃったかもしれないですね。トリガーいいですね。引き切りが分かりやすいのでちょっと溜めて打ったりできましたね。まあ、重量感もあるし、はい、思った以上に、まあ、こんな格好してるけど打ちやすかったですね。6時照準で打ってこんな感じになりました。まあ、ほぼ得点圏ぐらいに入りそうなグルーピングで悪くないですね。ホップ見ますね。玉 0.2g。 いいですね。まあ、ちょっと上げてみます。上げると、あれ、これ行き過ぎですね。ちょい下げるか。まあ、これでいきます。
うん、いいですね。次 0.25 でいきます。そのままだと落ちますよね。ここ違う。おお、すんごいフラット。これいいっすね。いやトンプソン最高でしたね。飾ってよし、打ってよし、よくできてました。まあ、以前にもね、こういったロマンあるやついっぱい紹介してます。ぜひ他もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。